この度をもって、パトパトチャンネル登録者1万人、ロカロカチャンネル登録者1000人、突破しました。少し遅くなりましたが、登録者が1万人突破しました。ロカロカチャンネルの登録者が1000人突破しました。ほんと、まさか1万人いくなんてすごくびっくりだよ。みんな本当にありがとうね。これからも僕たち頑張っていきますので。もう、ただ頑張るだけじゃダメだぞ。誰？せっかくのおめでたい動画に、乱入してこないでよ。バカモン、おめでたい動画だからこそ、この俺が直々に出てきたんだよ。ということで、今から俺の部屋に来てもらおう。え、いきなり。うわ、部屋がいきなり変わった。私たちの配置も変わってるわよ。さっきの声の人、一体誰だろう。この部屋も誰の部屋だろうね。待たせたな、お前ら。あんた誰？まあ、確かに今まで表舞台に出てこなかったから仕方ないが。だが、ロカとパトならわかるよな。なんで、表舞台には出てこないって言っていたのに。寂しくなって出てきたんだね。違う、そんな理由で出てこない。今回はお前たちが頑張ったから俺から一言言いたくてな。それでこの人誰なの？この人はパトパト、ロカロカの制作者だよ。言ったら総支配人だね。なんで私たちの世界に来ているの？というか名前はどう言えばいいの？まあ、俺もパトだからお前らは総支配人、もしくは主と呼んでくれ。それで今回俺が出てきた理由なんだが。まず、お前ら、登録者1万人、1000人突破おめでとう。俺もまさか1万まで行くと思ってなかったからな、正直かなり驚いている。そうだね、僕も1万人行くとは思わなかったよ。ロカロカもチャンネル開設から数ヶ月で1000人、順調に進んでいる分、俺も安心している。が、これからは1万クラスのゆっくり実況者として、俺たちも成長していかないといけない。最初の頃みたいに適当な動画は出せれないぞ。それってかなり最初の方でしょ。今はみんな頑張ってるから大丈夫よ。ああ、そこは心配していない。だが、投稿頻度が少ないのは何とかしないとな。パトパト始まってからの問題だね。そこだ。びっくりした。そもそも、パトパトチャンネルはゲーム実況をメインにやるために作ったチャンネルなのに、全然ゲーム実況をしていない、というか一つの動画に編集時間がかかりすぎている。それは仕方ないと思うけど。だから俺は考えたんだ、ゲーム実況メインのチャンネルを作ろうと。え、また作るの？でもゆっくりだと結局編集時間同じだよ。ああ、だからゆっくり実況はしない？ゆっくり実況はしない？ああ、今度の新しいチャンネルは生声ゲーム実況メインのチャンネルだ。生声実況？とりあえず、紹介動画を作ったから見てくれ。RV ってどういう意味なの？いい質問だ。RV はリアルボイスって意味だ。でもどうしてまたチャンネルを作ったの？ああ、それはゲーム実況をしたいからだ。そもそも俺はゲーム実況がしたくて動画投稿を始めたんだが、どうもゆっくりとゲーム実況は相性が悪いんだ。気軽にできると思ったら、一つのゲーム動画に5時間以上の編集、正直最終目標の毎日実況には程遠い。確かに大変だよね。そう、そして試しに生声実況をやってみたら、編集時間がすごく短いんだ。これなら毎日投稿ができるかもしれないと思ったからとりあえず作った。それじゃあ私たちはもうゲーム実況したらいけないの？勘違いするな、俺は俺のチャンネルで頑張るから、お前らはいつも通り、頑張ってほしい。パトパトはゆっくりでゲーム実況とゆっくり茶番。ロカロカは茶番メイン。そして俺はゲーム実況メインと考えてくれ。なるほど、それじゃあいつも通り、やってていいんだね。ああ、今回はお知らせを兼ねて俺が出てきたと思ってくれて構わない。そして今はゆっくりが喋っているが、RV では実際に俺が喋っているからぜひ気になる人は確認していってくれ。そして、よかったらぜひチャンネル登録お願いします。と、一応これくらいでいいだろう。それでお前たちもこれからは大変だと思うが頑張っていこうぜ。うん、みんなもこれから頑張っていこうよ。そうだね、私たちはまだ始まって間もないから頑張るね。ということで、これから一応3つのチャンネルを合わせてパトパトグループって呼ぶけど、これからパトパトグループも1万人突破したチャンネルとして、これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。ということで、今回も動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ、見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので。
そちらを見ていただくと、よりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひチェックしていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。